肌寒くなってきたね。モッサンおすすめ。寒い日にこそ飲んでほしい。ホットウイスキーでうまい。国産ウイスキー5選。というわけで、モッサンハイボールクラブでございます。いやー皆さん、季節も進み、いよいよハイボールよりホットウイスキーが美味しい季節になってきましたね。最近大阪もね、めっきり気温が下がってきまして、我々北海道や北陸地方へ行ったりとかね、その時にやっぱり雪深い地域はすでにもう寒いわけです。それ以外にも我々のような大阪でもやっぱどんどん気温は下がってきております。となると、やはり喉越し良いハイボールではなく、そろそろ体を温めるホットウイスキーの出番じゃないかというところでですね、モッサンがですね、今回国産ウイスキー専門店オーナーとして改めておすすめしたい、寒い日に飲んでほしい国産ウイスキー5選ということでご用意しました。今回はちょっと国産ウイスキー縛りということで、国産ウイスキーで何飲んだらいいんだという人非常に多いと思うので、実際に国産ウイスキーでホットウイスキーで間違いない銘柄を5つこれから紹介していきたいと思います。モッサンおすすめ、寒い日に飲んでほしいホットウイスキーでうまい国産ウイスキー1本目はこれだ。サントリーワールドウイスキー青。というわけで1本目はサントリーの青でございます。ちょっと見栄えしないんですけど、営業用で使ってるんで申し訳ないというところで、割と結構減ってるんですけれども、いやいやね、この青なんですけれどもね、割と世間ではね、抱き合わせの相方とかね、評判よろしくなかったりするんですけども、いやいやそんなことはないんです。実は実力派のウイスキー、そしてなんといってもホットウイスキーでこそ進化を発揮する、もう隠れた実力者。皆さん青の本当の実力はホットウイスキーでこそ発揮されるのです。そんなワールドウイスキー青、その魅力を今回は全力でモッサンが伝えていきたいと思います。それでは国産ウイスキー専門店オーナーモッサンがおすすめする1本目、ホットウイスキーでうまい青で2スイート。そう、しっかりと香り立つよね。結構しっかり華やかな香りが上がってくる。だから個人的には香に対しての相性がすごくいいんだろうなっていうのがこの青に対する印象ですね。いただきます。しっかりとね、グレーン味が強いこの青なんですけれども、飲むとかなり甘口です。で、口いっぱいに華やかな香りがあって、余韻がすごい、とにかく舌の上にこのじんわりとした甘さが残るので、やっぱりもともと結構酒質もいいのかなと思います。やっぱり今もうね、6600円でしたっけ、するので、そういったところも考えると、そこらなりの原酒は使われているというところで、めちゃめちゃ飲みよい、非常にマイルドな口当たりで、で体をしっかりと温めてくれる。このあたりはさすがやっぱりサントリーさん、ブレンド力は伊達じゃないなというところと、やっぱりワールドウイスキーということで幅広い色数を使っているというのが実際に舌で、五感で体感できるので、一度は試していただきたいと思います。ホットウイスキー、こいつは極上だぜ。モッサンおすすめ、寒い冬に飲んでほしいホットウイスキーでうまい国産ウイスキー2本目はこれだ。イチローズモルト&グレーン、ワールドブレンデッドウイスキーホワイトラベル。というわけで2本目はイチローズモルトのホワイトラベルでございます。これね、割と先ほど紹介した青と似通った立ち位置なんですけれども、青よりは若干安い価格帯なんですよね。で、何よりやっぱりそのこちらもグレーンの甘みがしっかりね、この温かいお湯との相性が抜群ということでね、モッサン押させていただいてるんですけれども、やっぱりホットウイスキーっていうのは割とグレーンが相性的にいいと
ぐっとポテンシャルが上がるのかなと個人的には思っておりまして、その中でもこのイチローズモルト&グレーンのホワイトラベルっていうのはかなりポテンシャルが高いなと。実際かなりオールラウンダーなボトルなんですよね。そういうところでももともとポテンシャルの高いボトルではあるんですけれども、やはりその温めた時のお湯との相性の良さ、そこもまた特質に値するので、それでは早速飲んでいきたいと思います。これからの寒い時期にぜひ飲んでほしいイチローズモルト&グレーンホワイトラベルホットウイスキーで Too Sweet。 こちらもしっかり香りです。甘い香りがふわっとね、こう特にお仕事終わりで結構お腹空いてるんですけども、食欲を刺激する香り立ち、いいですね。実にマイルド、飲みやすい、もうシンプルに飲みやすい。でこの甘さ主体というか、結構ね全体的に甘みが舌をもう支配するというか、改めてやっぱ飲みやすい。でやっぱりそのホットウイスキー試してみようっていう人にはぜひぜひ一度ねやってほしい。で我々の割り方なんですけれども、ウイスキー30に対してお湯が150ですね。1対5の割合でやっておりますので、割合としてはこれが僕の中では黄金比なんで、試していただけたらなと思います。ちなみに温度はね、僕らの場合は70度でやってますので、あまりグツグツ煮立ったものでやるのではなく、そのあたりはバランス見ていただけたらなと思います。熱すぎるとどうしてもウイスキーの味が壊れちゃうので、ほどほどの温かさでじっくり味わっていただくのがおすすめです。落ち着くね。本当にこれからの季節も間違いないやつだ。こいつは極上だぜ。モッサンおすすめ、寒い日にこそ飲んでほしいホットウイスキーでうまい国産ウイスキー、3本目はこれだ。キリンリク。というわけで大衆ウイスキーリクでございます。こちらね 500ml で、まあ、2000しないぐらいで買えちゃう、非常にコスパ抜群なんですけれども、アルコール度数がもともと50度と結構高いんですよね。だから割り負けしないで、香り立ちもすごいあるんですね。何よりこのノンチルフィルタード製法で作られているので、味の骨格がしっかりとしている、それはホットウイスキーにしてもブレないというところが特徴なんですよね。やっぱりお湯との相性って言った時に、お湯でどうしても薄まっちゃうんですけれども、もともとの度数が高いこと、そしてノンチルフィルタード製法由来の濃い味であることを考えると、このリクとホットウイスキーは間違いないやつなわけです。それでは早速そのリクを飲んでいきたいと思います。寒い日に飲みたいリクホットウイスキーで Too Sweet。 むちゃくちゃ香りが上がってくる。いいね。青よりもホワイトラベルよりもむしろ香り立ちという意味ではかなり華やかです。しっかりと主張のある香り立ちがね、これに関してはちょっと香りが強すぎる部分もあるかもしれんから、香りがうっとくる人にはちょっと好き嫌いは分かれるかもしれんけど、個人的にはむちゃ好きです。華やか、一言で華やか。ああいいですね。味もしっかり濃い、輪郭あるガツンとした味わいのホットウイスキーを飲みたい人はこのリクおすすめですね。何よりねいいのが価格の安さ、これもやっぱり非常にポイントが高くて、やっぱり2000円アンダーで買える、気軽にこの冬試しやすいホットウイスキーという意味ではこのリクはね非常に立ち位置としてはいいんじゃないかなって。正直青やイチローズモルトは少し価格的にも高額なんですけれども、気軽にホットウイスキーを試すなら間違いないかなというところと、やはり改めてグレーンウイスキーとの相性の良さっていうんですかね、それが非常に感じられる一本かなと思います。アイティオ、こいつは極上だぜ。モッサンおすすめ、寒い日に飲んでほしいホットウイスキーでうまい国産ウイスキー、4本目はこれだ。ニカフロンティア。というわけでこちら4本目はフロンティアでございます。
モッサンフロンティア好きやなって思ってると思うんですよね。最近コメントでもお前擦りすぎちゃうんけみたいな感じのね、辛辣なコメントがあったんですけど、実際でもこれね、あの実は動画のコメントでホットウイスキーがおすすめですよっていうコメントをね、割と我々に近しい視聴者さんからいただいてて、実際試してみるとことさら結構ハマってですね、個人的に思うんですけど、これまで紹介した青でホワイトラベルでリックはね、結構グレー比率が高いウイスキーだったんですけど、こちらはなんとモルト比率がちょっと高めということで、少しブレンドバランスも違うわけですよ。ただ3本目に紹介したリックとあの近しい部分もあって、割とアルコール度数も高めで48度、あとはノンチルフィルタードというところで、やっぱり共通点も多くて、実際かなりマッシブで骨太な味わいっていうんですかね、そういうところにおいても非常にホットウイスキーにした時にそのあたりが崩れないっていうんですかね、しっかりと主張をしてくる、そういう意味では非常に個人的に刺さったので、今回4本目に入れさせていただきました。そんなフロンティア、実は営業用のやつがちょうどなくなったので、今回はなんと抜栓シーン付きでございます。それでは早速参りましょう。ウイスキーはフィギュアじゃねえんだよ。新しいボトルを開けるとき、ひよってるやついねえよな。どんなボトルも等しく愛おしく潔く抜栓だ。さあ、何本目のフロンティアやろうね。さあ、それでは全てのウイスキーラバーズに刺さるこの瞬間感じてくれ。それではホットウイスキーで飲んでいきたいと思います。ウイスキーはフィギュアじゃねえんだよ。令和最新型のホットウイスキーを感じろ。日華フロンティアホットウイスキーで Too Sweet。 あー、これも結構香りがしっかり感じる。でさっきのピクと違ってこっちは結構ねビターさを付帯した甘さが上がってくる。タルカンっていうのかな。でも香りはかなりやっぱりリクと同じく強いね。ただリクと違うのはやっぱりその方向性が違うんで、そこら辺りに関しては完全に好みかなと思います。あー、やっぱりこうしっかりと甘さを感じるね。ここまで紹介したものに比べるとこのフロンティアはやっぱりモルト比率が高いので、少し甘さに関してはちょっと抑えられた印象、ビターさを付帯した感じで、ちょっとジャンルの違うホットウイスキーを飲みたいという人には向いてるかな。でやっぱりあとはもともとその48度であることとノンチルフィルタードであることを考えると、正直はっきりと味が感じられる。だからウイスキー感を感じるという意味ではリクと同じくしてしっかり味わい深くっていう感じで、でこれもやっぱりリクと同じく2000円アンダーでだいたい実勢価格ね買えるところが増えてきてるので、そういう意味ではこの 500ml でこのラインっていうのは非常に我々一般消費者にはありがたい価格帯で、気軽にホットウイスキーを試すなら今しかない。このボトル間違いなく極上だぜ。モッサンおすすめ、寒い日に飲んでほしいホットウイスキーでうまい国産ウイスキー、ラスト5本目はこれだ。サントリー角瓶スタンダードオブスタンダード、そう日本のウイスキーのど真ん中、角瓶でございます。意外だったでしょう。モッサンの5選で角瓶が出てきたことってまあないかな、あるのかな、1回2回ってとこかな。今回ねやっぱり青が、ね、ハイエンドというかちょっとやっぱりお高めなんで、僕はあの後半はやっぱり大衆ウイスキーでまとめたかったんですよ。そうした時にやっぱりこちらの角瓶も2000円アンダーで買えるというところでね、ホットウイスキーとの相性もまたいいというところで、今回改めてこのジャパニーズウイスキー角瓶でございます。この2024年4月からジャパニーズウイスキーになったということでね、非常に国内外からの注目も厚くね、最近だと海外観光客からのお土産品需要としての人気も根強いというところで、まあそんな角瓶なんですけれども、もちろん言わずもがな皆さん角ハイですよね。角ハイとしての人気はまあまあ当然なんですけれども、実は冬はホットウイスキーでもうまいわけです。
そんなジャパニーズスタンダード角瓶、早速ホットウイスキーで飲んでいきたいと思います。ブレンデッドジャパニーズウイスキーサントリー角瓶のホットウイスキーで Too Sweet。 そう、今やグローバルスタンダードですからね。いいですね。甘い香りがふわりと香ります。これもやっぱりグレーン比率の高さゆえでいうところでしょうかね。さらっと飲むには非常にいいっていうのがこの角瓶の特徴なんですよね。これまでやっぱり少し濃い味でずっと来てたんですけども、やっぱりウイスキー感がどうしてもこれまでの4種類はすごく強かったんですよね。そこにおいてウイスキー感が強い4種類に対して逆に言うとすっきり飲める、それが角瓶ですね。とはいえこのグレーン原酒由来のしっかりとした甘さと香り立ちっていうのもしっかりと内包しているというか、この中に詰まっているので実に飲みやすい、ホットウイスキーちょっと試してみようかなっていう人にとってはかなりとっつきやすいボトルかなと思います。で、何よりやっぱどこでも売ってる、本当になんならもうコンビニ、スーパー、ドラッグストア、あらゆる媒体で売ってますよね。もちろん酒屋なんかでもそうなんですけど、で気軽に試しやすい、やっぱりホットウイスキーちょっと気になるよねっていうので、先ほども言いましたけど5対1で作ってもらうと非常に飲み口もすっきりとあまりトゲトゲしい感じもないので、やっぱりこのあたりを意識していただいて作っていただくと非常に美味しいホットウイスキーが飲めると思います。寒い日にすっきりと飲んでほしい、それが角瓶のホットウイスキー、間違いない。こいつは極上だぜ。というわけで今回はモッサンがおすすめする寒い日に飲んでほしいホットウイスキーの5選だったわけですけども、いかがだったでしょうか。国産ウイスキー専門店オーナーがおすすめするという形でですね、今回国産ウイスキーから5つセレクトさせていただきました。一番ハイエンドというか高い価格になる青なんですけれども、一番上質という意味では間違いないんですけど、やっぱりどうしても価格するよねっていうところなんですけども、案外ですよね、二次流通とかだと結構安かったりするんですよね。オークションやフリマサイトとか、なんならリユースショップとかでもかなり安くで手に入る、それでなくても一次流通でもたまに割引されてて結構お安く定価以上になってることはまずありえないので、これもね一度手を出してみていただくのもいいんじゃないかな。あとはやっぱり持ってるって人も結構多いので、青ってちょっと苦手なんだよねっていう人の再評価につながれば幸いです。で2つ目がホワイトラベル、これなんかはね非常にもうオールラウンダーと言っても差し支えないですよね。アルコール度数に関しても46度で高すぎず低すぎずっていうところで飲み応えもしっかりしてる、やっぱり何よりもイチローズモルトのブランドというものを感じる上でね、オールラウンダーさがしっかりと感じられる、それがこのホワイトラベルだと思ってます。まず何よりもホワイトラベルの魅力はソーダでもロックでももちろん感じられるけども、ホットウイスキーでもマジ極上なんで一度試してみてください。そしてリクは何といってもやっぱりこの中で一番アルコール度数が高い50度ということで割り負けない、そしてノンチルフィルタード由来の骨太な味わい、ここ間違いないので、香り立ち含めてしっかりとした味わいを楽しんでいただくなら間違いなくこのリクのホットウイスキーは極上です。そしてフロンティア、リクとは違った立ち位置ながらノンチルフィルタード由来の濃い味わい、そしてハイプルーフ48度ということでですね、そちらの高いアルコール度数というのも付帯していながらもモルト比率の高さゆえのビターさと甘さのバランスの良さ、そこを感じていただく、これからの季節フロンティアはホットウイスキーが極上です。そしてラスト、角瓶でございます。グローバルスタンダード我らがジャパニーズウイスキー角瓶ですね。本当にね商品力を年々上げてきて、もちろんオールラウンダーなんですけれども、
今回紹介した中では一番入門向けかつすっきりとして飲みやすい口当たり、そういう意味ではこの角のホットウイスキーというのは角杯以上に面白いと思うので、割と持ってる人も多いのかな、どうなんでしょうね。実際に角瓶のホットウイスキーはぜひぜひ試していただきたいなと思います。グローバルスタンダードゆえの素晴らしさ、改めて感じていただけると思います。アイディオこの5種類極上だぜ。モッサンハイボールクラブでした。 Good night and goodbye。 バーン。モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っております。いいね、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんの熱いコメント、いいね、本当にモッサンの力になります。それでは皆さん良いウイスキーライフをお過ごしください。モッサンハイボールクラブでした。